どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。どんな方でもすぐウクレレでできちゃう音楽教室ガズレレ始めていきましょう。本日もこのブラックビューティー G ラボのブラックビューティーモデルとシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレ使ってどんどんレッスン始めていきます。ちょっとその前にこのイベントの告知が始まりました。なんと今年2023年をガズレレ10周年を記念して5月にイベント開催です。東京、名古屋、大阪で開催。詳しくは概要欄に貼っておくんでぜひチェックして皆さんライブハウスに遊びに来てください。さあ今日のレッスン入っていきましょう。今日のレッスン課題曲は今やってみたい曲、結構上位に来るんじゃないですかね。この曲です。ドーン、鈴木雅之さんの違うそうじゃない、この曲ですよ。紅白歌合戦で聞いてちょっと痺れちゃう方も多いんじゃないかな。ファンキーでソウルフルで、しかも歌詞の内容がねもうね大変なことになってますけど、まあこのヒップに来るソウルフルな感じ、これたまりませんよ。これをなんとこのウクレレで完全再現していきたいと思います。これめちゃ楽しみ。ちょっと16ビートの曲なんでかっこいいバージョンの難易度は高いんですけど、簡単バージョンでもね、これ歌の世界観で結構ね、楽しめる曲だと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者さんでもできて、なるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンゆっくりめ。後半はかっこいいバージョン。あのキレッキレのファンキーでグルービーな感じを、いや、もう生み出しますよ。これはね、やばいです。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってね、聞くよりやる方が最高。本当にどなたでもすぐにできるというすごい革新的なウクレレこのロジックをですね、この今ご覧いただいているガズレレではですね、皆さんにこう、シェアしております。誰でもできるそのプログラムは概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひそこからですね、ゼロからすぐに始められるウクレレレッスン始めてみてください。そこにはですね、もう2000曲ぐらいのね、課題曲もやってるんですよ。どうせ練習するんだったら好きな曲でやった方がいいですよね。そういう時はね、皆さんがやりたい曲名と、ガズレレというような感じで、これを YouTube で検索するときっと出てくると思いますから、ちょっといろんな曲で練習してみてください。さあそれではやっていきましょう。鈴木雅之さんの違うそうじゃないガズレレ流シンプル簡単バージョン、やってみる。 1,2,1,2 デレッテッテテそうじゃない君を逃がせない、愛は落とせない、ため息が首筋に痺れたよ、ルーの歩き方疑って決めつけて、君は唇噛んでる、振り向いて今信じて、走り出した君の後追いかけて、すぐその腕掴んでも振り払われても、違う違う、そうじゃない、違う嘘じゃない、誰も愛せない、違う違う嘘じゃない、唇を塞いで何も言わせない、違うそうじゃない、鈴木雅之さんのかっちょいいファンキーソングやってみました。これはですね、もうすごいよでね、
曲のタイトル聞いただけでメロディーが思い出される曲ってのはなかなかこれすごいですよ。しかもかっこいいですよね。あのちょっとこうやっぱソウルフルな、あのナッツの柄もなんとも言えない、やっぱブラックミュージックのこのルーツを伝わる素晴らしい、あのいい曲だなと思いました。この4つ目で今のシンプル簡単バージョンでも結構いい感じじゃないですか。ちょっとねガッツさんもかなりテンション上がっちゃいましたけど、ね、ぜひあのノリノリ体でねリズムでやってみてください。さあ今のガズレレの演奏なんですけど、オリジナルショートカットアレンジバージョンになっております。主にですね2番のパートをショートカットバージョンさせていただいてるんですけど、ほんフルコーラスで私やってみたいなという方、1番のコード進行を書き出して2番の歌詞を書くと、フルコーラスでできるようになってますんで、ちょっとまずはねこのガズレレバージョンで練習していただいて、慣れてきたらそういうのもいいと思いますけど、まずはこのガズレレシンプル簡単アレンジバージョンで、キーポイントを押さえたところでやっていきましょう。ガズレレ動画には歌詞とコード出てますから、それを見て練習スタートしていただいて、1個目のゴール設定としてはガズさんのシンプル簡単バージョンと一緒にできた方、もう1個目のゴール達成で素晴らしいと思いますよ。おめでとうございます。はい、できた方は次のステップにどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガゼレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出すのが素晴らしいと思うんですけど、いきなり最初から歌詞とコードを全部が暗記するっていうのは難しいでしょうから、最初は楽譜練習をして、だんだん何回も覚えてるうちに、何回も練習してるうちに覚えちゃって、大空に向かってとか月夜に向かってとか、そういうのがね、気持ちがいいんで、ぜひねアンプもしてもらいたいと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はこのガズの手書きノートにですね書いて、楽譜を見ながらガズさん今演奏していきました。こんな風に書いてるんですけど、はい、今日2枚に渡っておりますけど、はい、これもうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた違うそうじゃないを含む、ガズが今まで過去に取り上げてきた、もう膨大なもう山ほどのね、手書き楽譜のストックの中から皆さんがやってみたい曲、憧れの曲、毎月5曲お選びいただいて、即座にデジタルデータとして皆様のお手元にダウンロードしていただき、すぐに練習に入っていけますよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブにはですね、楽譜のダウンロード以外にも楽しいコンテンツ盛りだくさんなんです。まずはですね、毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーが参加できる、ガズオンというですね、オンラインライブセッション大会が毎月2回行われているんですよ。課題曲を見てみんなでワイワイ世界中で盛り上がる、これ最高な体験でございます。そしてね、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあったりとか、皆さんの演奏動画アップロードできる Facebook の非公開ページ、そこでもいろいろね、スタッフとか僕の、投稿があったりとかしてね、かなり面白いね、あの村、のオンライン上の村みたいになってますんでね、ぜひあの概要欄に貼っておくんでチェックしておいてください。あとこのね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学は今ね、見ていただいてYouTube のメンバーシッププログラムというのを使ってまして、毎月590円で毎週2回のライブ配信による濃厚解説レッスン、みんなでチャットでリアルタイムでやりながらやってます。課題とか課題曲を決めてみんなで深掘っていくんですけど、これ大学なのでね、かなりね深いとこまでやっております。16ビートぐらいができるようになって入ってくれた方が面白いと思いますよ。こっちも概要欄に詳細貼っとくんで見といてください。そしてガズさん、毎朝7時半からラジオ配信やってます。スタンド FM というアプリでどなたでもいつでも無料で聞ける、めちゃくちゃ役に立ってものすごく楽しい、そしていい話満載のラジオ配信ガズラジ、皆さんぜひこれも聞いてください。365日やってますよと。はい、今ご紹介したこの3つのコンテンツ概要欄に貼ってあるんで、ぜひ見てみてください。さあそれでは楽譜を見ていきましょう。違うそうじゃない、鈴木雅之さんでございます。このイントロさ、この F と Am とね、最後にここちょっとワンブロック Am と F が Em7 があるんで、これだけであのなんかかっこいい感じですよ。びっくりしちゃいますね。はい、こんな感じでちょっとここだけはイントロね、ワンブロックちっちゃく書いてあります。こっちから普通になりますけれど、でガズのノートの特徴はこの下に書いてある、ここだ止まるだって書いてある、ここ決めですよと、かっこいいバージョンではこういうのをやっていきます。でここにも書いてあるのは Am と D の D7 のフレーズ、かっこいいバージョンではここちょっとで、ね、面白いフレーズをやっていきたいと思います。ここもねちょっと決めが入るんですよね。この下に書いてあるのはかっこいいバージョンの何かアナウンスだと覚えておくといいと思います。はい、こうやって写しておくので、お時間ある方はこのように、書いていってください。自分で、アップで写しておきますので、一時停止していただいて書いていただくのがいいと思います。それか、うん、今紹介させていただいたガズクラブでですね、この手書きノートダウンロード、これめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴はですね、この言葉の前にこれ V の字とか、これね、あの テンポが分かるんですよね。ワン、ツー、スリー、フォー、うん、違う、そうじゃ、そうじゃない。この点でですね、これ、休符なんですよ、V は。で、言葉の上に書いてある点は、
リズムです。ここはね、君も2が3、2の上はかるリズムですよということで、これがかなりねガイドになると思う、歌う時のね。あとこの歌詞のね、この配置の位置とか、あと歌詞カードには出てこない伸ばすところとかないとかね、こういうのがね、あのガズのノートの特徴です。はい、ぜひあのガズクラブでこの楽譜データをゲットしてもらうのものすごい有効だと思いますが、ひとまずこう写しておきますね。時間ある方は書いていってください。まずはこのここまでね、はい、一時停止ですか。はい、でこの B メロに入っていくのかな。 B メロですね、一時停止でね。ここもいっぱいね、これかっこいいバージョン、相当キメが入りますからね、こうツツタツツタとかね、こんなのが入ってきて、でここがサビでございますね。でここは間奏なんで、ちょっとワンブロックこう4つになったり、ここは1個になったりとか、こんな感じでちょっと調整しております。そして本来はここから2番が始まるんですけど、ここショートカットバージョンさせていただいて、ブリッジパートです。ここはかっこいいんですよ。手のがえひれり、手のひら返しなんて、なんつう、ここブリッジパート、ここはすごいいいですね。ここも決めが入って、はい、そしてもうあのガズレレアレンジでは、ここもうちょっとサビ本来長いんですけど、もう最後のね、違う違う、嘘じゃないになる最後のラストのサビに行くよというふうにアレンジしました。で最後このエンディングのあの感想っていうか、エンディング入れて終わったよというのが、ガズレレアレンジでございます。じゃあ出てくるコードをちょっと見ていきましょう。今日このぐらいのコード出てきます。このね、赤く囲ってるやつ D7、 かっこいいバージョンで出てくるんですけど、これも入門コードなんで、ちょっと一緒に今日はご案内です。言っていきます。 CAmF、 DmG7、 E7、 Em7 がシンプル簡単バージョンで出てくる7個で、かっこいいバージョンでは D7 が出てくるんですよ。まあね、これ簡単コードなんですよ、今映ってるの。これいっぱいあるように思うかもしれないんですけど、びっくりするぐらいな簡単コード、ガズレレでおなじみこれです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードつのは一体何かというと、このちっちゃいクレード音楽始めたいなと思った皆さんに、一番最初に覚えてもらいたい入門コード、10個のグループ、10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんで、めっちゃ簡単なんですよ。だけどいっぺんにジョンとね10個覚えようと思うとね、もう押さえてる場所とコードの名前とかごちゃごちゃになっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい解説動画撮ってます、概要欄に貼っとくんで、コードわかんないよという方はその概要欄のコードの案内見てみてください。ガズレリスコードを覚えていきましょう。さあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。かっこいいバージョンはね、なかなかすごいんですけど、ちょっとその前に今のシンプル簡単バージョンを聞いていただいて分かったと思うんですけど、あのガズさんのあのこの4つ弾きでもボーカルのあのグルーヴ感でですね、すげえいい感じに持っていけると思うんですよね。もうその気になってもう腰から歌う、このあのブラックミュージックっていうのはやっぱりこうグルービーなね、あのそういうね、やっぱりこのハートビートがこうたぎるみたいな、こううねりがやっぱ大事ですからね。そういう感じでね、あの歌をちょっと取り組んでいってみて、演奏も大事ですけど、やっぱ歌が中心ですからね。はい、そんなことを確認してかっこいいバージョン解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはさっきも言ったように D7 というコードちょっと出てくるんですけど、ちょっと面白い使い方なんで、あんまりね D7 のイメージないかもしれませんが、コードはそんな感じです。じゃあ弾き方、今日出てくる弾き方、これドン16ビートのちゃんとカッティング、これはねもうまあ言うたらば、この16ビートのカッティングっていうのはファンキーで、あのグルービーで、そのブラックミュージックをルーツとした音楽でも欠かせないっちゃ欠かせない、ちょっと跳ねてる感じなんだけど、この曲勢いがいいんでね、はい、ちょっと基本やってみようか。じゃあちょっと Am でそのこの曲ではどんなグルーヴか聴いてもらいましょう。バン、ツー、スリー、フォー。こんな感じになっております。この弾き方はですね、いざあの以前ですね、この弾き方に特化しためちゃくちゃ詳しい、解説動画を撮ってるんですよ。この動画になるんですけど、これ、ぜひねこれね、あのかっこいいグルーブを生み出す秘訣なんで、概要欄に貼っとくんで見ておいてください。で今も出てきたこの16ビートのチャートカッティングっていうやつも、一応ガズレレのリズムでは結構基本的なところなんですけど、これは難易度高いですよ。ゼロからやってみたいという方、こっちもですね、ガズレレのねウクレレリズムいろいろという中で動画でね、めちゃくちゃもう親切に紹介してるんで、もしこのリズム、あの本当にあの基礎からやりたいなという方は、この概要欄のところにあるリズムいろいろのところから16ビートのチャとカッティングちょっと練習してみてください。そんなことで今日はなかなかかっこいいバージョンでね、あの悶絶レベルになっておりますけど、それでもどんどんやっていきますよ。やっぱこのやっぱりね、それをこう掴み取っていく、ここが楽しいところですからね。はい、したら順番通りにやっていこうかなと思います。イントロから、イントロはな、かっこいいね、ホーンのね、メロディーが入るんだけど、まあ、ウクレレは、まあ、バッキングに徹して、そのメロディーは歌で歌っちゃうっていうのはガズレレスタイルですけど、このシンコペーションマークって言うんだけど、シンコペーションってリズムがズコンと食い込んでくるんですけど、これかっこいいです。ちょっとやってみるとイントロです。せーのー、さ、デレッテッテテーン。デレッテッテテーン。キレがいいでしょ。
だから。はい。今のところ、Aマイナーと F、Em7 のところの前に矢印マークが入ってます。もう一回ちょっとこれ後半の F からいきましょう。デレッテッテテーデレッテッテー、次に来るよ。ドーン、ドーン、ドーン。はい。これ16ビートのシンコペーション、でっかいシンコペーションなんで、ダウンでシンコペーション、リズダウンズ、ダウンズ、ドーン、ドーン、ダウンズ、ドーン、ドーン、ダーンみたいな。ここがかっこいい。ぜひ取り入れてみてください。そして、歌が入るんですけど、そこで止まります、今度は。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。はい。ここはね、シンプル簡単バージョンが止まったんで、右手でバシッて止めるのもいいし、左手でパッと止めるのもいいし、なんとか止めてください。違う違う、そうじゃ。はい。ここでビシッと止めるのが、この曲なんで、結構メリハリになってますね。はい。そのままこう、かっこよくいくんですけど、君を逃せない、その愛は渡せない、ここでもね、決めが入るんですね。ちょっと最初からやってみるか。違う違うから、歌が入るところから。せーの。違う違う、そうじゃ、そうじゃない、君を許せない。次ですよ、ここ。ダラッ、ダーン。はい、今、ダラつくつく、ダーン、シンコペーションです。ダダってやっといて、E7 で、シンコペーションで伸ばす。ダラつくつく、ダーン。はい、ここ、なかなか苦痛な感じですね。もう一回。君を逃せない。愛は渡せないという風に入っていきます。ここも一瞬芸ダダつくつくダーンです。ゆっくりやるとダダカッ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 ダーン、カッティングですね。ダダカッ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 ダーンですけど、はい。そしてここからですね、今日は特殊なフレーズなんですけど、 Am と D7 のフレーズというのをやっていこうと思います。これはですね、 Am ってここでしょ、 D7 ってここなんですよ。でここをちょっと聞いててください。ダンダカダンダカダンダカチャカタカ Am D7 Am チャカチャカ、こういうアレンジしました。それやってみると、いけると思います。ダンダカダンダカダンダカチャカタカ、チャが1回しか入んないね。ワンブロックの中にチャが1回しか入ってないっていうのがこれポイントになります。ちょっとゆっくり練習してみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。 Am D7 Am チャ Am D7 Am チャ、はい。これがですね、Am と D7 のフレーズということなんですけど、これ結構前半ではメインとか間奏にも入ってきます。で、この間奏をやって一回ブレイクして A メロに入っていくんですけど、ここで歌いますからね。せーため息が踏み土にしびれた夜の街角。これ歌うのはですね、ちょっと慣れが必要。なぜかというと、この R&B とかソウルフルな歌っていうのは、裏のリズムがボーカル多いんで、今ウクレレの演奏はダンとコダンとコダンとコチャカチャカって結構ね、頭でリズムを取ってるんですけど、歌はですね、ため息が、グッピスチーに、これ裏で入ってくる。ここのね、このせめぎ合いがね、脳トレになりつつかっこよく面白いところなんで、これぜひやってみてください。こういうのリフって言いますけどね、まぁ、今回は Am と D7 のフレーズということでご紹介しました。そして次 B メロです。どんどんいきますよ。次は B メロまで決めが入るんですけど、振り向いて、今信じてっていうところなんですけど、ここで振り向いて今のところで決めがあります。ワン、ツー、スリー、振り向いて、今信じて、今の、つくパーン、つくつくパーンみたいな感じで裏でくるんですね。チャカチャカドーン、チャカチャカドーンですね。そして、B メロの一番最後で、掴んでも振り払われてもの後に決めがあります。駆け足でいきますからね。掴んでも振り払われても、次ですよ。タッ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 ターラーです。A マイナーでタッタッタッタ。できればここもカッティング。パシパシで止めていく。Am で Am G7 で伸ばす、はい。ダン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 ダーダー、ここからサビに入ります。違う違う、また止まる、そうじゃ、はい。かっこいいサビに突入です。いやー、ここまででもなかなかすごいことになってますよ。でもどんどん行きます。そのままずーっと行くんですけど、次ですね、ブリッジパート、サビはね、さっきのイントロのサビと同じ流れになってますんで、さっきの解説をちょっと参考にしていただいて、ブリッジパートもすごいシンプルなんですけど、最後のところで決めが入ってきます。君を一人愛してのところをちょっとやってみましょうか。さあ、器用な僕じゃないさからやってみます。ブリッジの後半から、せーの。僕じゃないさ、君を一人愛して。はい、これガズレレオリジナルアレンジなんですけど、ズッタンズタンズタダ、ズッタンズタンズタダ、G7 でね。次のブロックはズッタンズタンズタンドン。
最後だけ E7。ツタンツタンツタンダン、ツタンツタンツタンドン。これ結構難しいリズムかなと思いますね。黄色の僕じゃないさ、君も一人愛して。こんな感じですね。ツタンツタンツタンダン、ツタンツタンツタンダン。最初のチャなんですよね。ワン、ツー、スリー、フォー、チャッタン、ツタン、ツタン、ダ、チャッタン、ツタン、ツタン、ダ。ちょっと特徴があるリズム。ここちょっと難しいかなと思うんですけどね。ぜひトライしてみてください。そしてあとサビ。最後、違う、嘘じゃない。嘘じゃないのサビをエンディングに持ってきて、感想をやって終わるという、超駆け足で今解説してきたんですけど、これはなかなかですね、決めがですね、あちこちにいい塩梅でこう入ってくるんですけど、そこがですね、毎回かっちょいいんですよね。この原曲を聴いたりこのライブの映像とかも YouTube でもう拝見するとですね、すごいこうキレがあってですね、なんとも言えませんね。なんだけど基本的にはもうシンプルの16ビートのノリノリのグルービーな。このね、ずっとこれがループしてる中でのそういう決めなんでね、それが心地がいいです。で、さっきも言ったんですけど、この曲かなり難易度はですね、高々だと思いますんで、分析しながらゆっくりですね、パートパートに分けて、ノートルゲームみたいな感じで、そこの決めを一個一個練習、ゆっくり練習していって、最後こう一個にバッと知るのがいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、これはすぐにはできないというふうに思うんですけど、まあ、楽しんでですね、本当にこうノートル、しているような、ゲームみたいな感覚でこの決めをやってみるのは面白いと思いますが、ここでやっぱ大事なのは、やっぱり弾き語りというと歌が中心になります。さっきも言いましたけど、四つ弾きですごい感情を込めてグルービーに歌い上げるっていうのもすごくかっこいいんですよね。そういうかっこよさとこう演奏のかっこよさっていうのは、まあそれが一つになった時にすごくかっこいいですけれども、まああのあんまりこっちに引っ張られて歌がもうなんかおざなりになっちゃうっていうのもちょっと弾き語りとしてはなんかな、本来はやっぱ歌中心であるべきだというふうに思うんで、歌を引き立てるためのこの伴奏ということで、あと歌詞の中身とか世界観とか、これをなかなかね、情景を浮かぶにね、なかなか大変だなというような感じなんですけど、まあそれもね、音楽の一個の生まれるパッションだと思います。そんなこともイメージしながら、あと時代感とか、鈴木雅之さんが歌ってるあのね、渋い姿とか思い浮かべて、あの世界観に、こう浸って歌うの、こういうのも感情表現ですから、音楽は大事だと思います。さあ、それではやっていきましょう。違う、そうじゃない、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。Yeah.
ゃないガズレレル架空バージョンやってました。めちゃかっこいい。これはもうガズさんこういうのね大好物で、もうねやばいです。気持ちよくなっちゃってですね。なんだけどこれはねやっぱ難易度は高いと思いますよ。なんでじっくりゆっくりまずやってみるのがいいと思います。楽しみながら皆さんやってくださいね。先ほどもお伝えしましたけど、今年2023年はガズレレ生誕10周年ということでイベント開催、5月の14東京吉祥寺、5月の19金曜日に大阪、5月の20日20日の土曜日は名古屋3カ所で、イベントを行います。注意点は5月の14の吉祥寺 GB に関しては昼間開催でございますので、そこら辺のご確認をお願いします。この辺に関しては概要欄にリンク貼っておくんでバッチリ確認しておいてください。今年のですね1月7、8、9の3連休なんですけど、はい、これポップアップショップ、ジーラボウクレレのポップアップショップがですね、島村楽器さんで、行われる予定になっております。ララポート湘南平塚店さんで行われます。ジーラボの、ウクレレフルラインナップの展示がありますから、皆さん、行ってですね、いろんなウクレレを試し弾きしていただいて、スタッフもいますんでね、いろんな質問をしていただいたりとかして、ぜひぜひ、体験してください。まずジーラボのウクレレ、ものすごいいいウクレレなんで、やっぱり手に取ってもらうというのはね、すごくいいなと思うんで、ちょっとね、まだね、第1弾の報告のこれからこういう機会増えていくんですけど、そういうわけでね、まあ、もう一回確認すると、7、8、9ですよ。ララポート湘南平塚店の島原楽器店さんで、行われるポップアップショップ、ぜひチェックしておいてください。ってガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTube チャンネルもこれ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね。世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれも YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このねアプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですねかなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから祝さんも300曲400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくてかっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆スマホとかねタブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますね。ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使ってるこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子、T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。